さんこんにちは。カリチャンネルののぞみです、今日は皆さんにお知らせがあります。この度ですね、私カリチャンネルののぞみはワークマン公式アンバサダーに就任いたしました。嬉しいです。ずっとこうワークマンを愛用していたんですけれども、最近声をかけていただいて、まあアンバサダーどうですかということでちょっとお話をいただいて、ぜひぜひぜひということで就任させていただくことになりました。まあ、今後の活動内容はですね、また順を追ってお伝えしていきますが、こういろいろなワークマンのイベントショーなどにも呼んでいただけるみたいなので楽しみに。そして今まで以上にこう便利さっていうのをお伝えできるようにしていこうと思います。今日はですね、群馬県の高崎市に来ています。ワークマンさんの20年春夏展示会にお呼ばれしたので今日は来ました。結構なんかこうたくさんの人がいてね、楽しみですがやや緊張してます。今日はこの様子をお伝えしていこうと思います。それではどうぞ。ワークマンの社員がご来場いただいた店長さんたちに、こういう商品ある春夏は展開するんですよとか、そういうのを説明する場なんですね。でこうファンから風の中に取り込んで膨らむんですよね。こういう感じ。本当だ、扇風機を中に入れたような感じの。涼しいのかな。こういうのはね、来てもらった方がいいですね。ちゃんと出ないように出ないように涼しい。あれみたいだよね、なんかパチンコ屋さんにあるふわふわのすごい超涼しい、超涼しい、風が出てる、超涼しいよ、すごい。ここから出ないようにすればいいんだ。だからしっかりしたサイズのやつを買わないとダメだね。これは大きいの、大きいのを買うと抜けちゃうので。これ LL だからね、今来てちょっと展示の関係でね。でもなんか薄い感じでいい感じ、軽いよね。あとそんなに機械の重さは感じないかも。アウトドアする人にはいいですね、暑い中ね。そう、熱中症対策ってことで、なんかオリンピックとか、なんかオリンピックの熱中症対策ね。すごい脇のあたりに風が来るから熱中症とか脇冷やすといいんですよね。で風の量をこうアジャスターで締めるとより調整ができる。なんか変な不思議な感じですね。そうです、なんか涼しいです。重さは、重さはめっちゃ軽いよ。バッテリーは、バッテリーね、重たいですよ。そんな重たく感じないけど、これね、スイッチオンしてる時になんかこうあまり重さを感じにくくなって。あ、そうなんですね。そんなにこれに、ね、そんなに重くない、そんな重くない、いいね。ファンで3900円、とバッテリーが7900円、別売り。いいね、めっちゃ狩猟で使えそうなベスト売ってるよ、1500円で。マジ？これめっちゃ狩猟で使えそうじゃない？1500円。アルタさん、今ちょっと片付けてる。これは何用なんですか、本来は。でも何でもいいけど、まあ、仕事でももちろん使いますし、ただファッション寄りですよね、このデザイン使っていけば。いろいろ入るよ、釣りとかでもいいかもしれないですね。安っ、めっちゃもう狩猟用焚き火のやつかな、これ。焚き火でもう
燃えないってやつかな。多分。かわいい。1900円。かわいくない1900円。女の子用だね。女の子用色が。これ焚き火で燃えないやつですよね。すごい買おうと今思ってるやつ。限定。そうで限定カラーですこれ。色があんまりなくって。ね、あんま見たことない。僕も見たことない。かわいい。いつ出るのか。かわいい。1900円安い。あんまりこう見ると新鮮です、ね。夏用の作業着だ。そうです。髪の毛だったから。ああ、どうも。ありがとうございます。すいません。髪の毛ばっさり。はい。見ましたよね。ちょっと失礼しちゃいました。あとメガネどっか。あの時、あの時メガネだった。すいません。そうなんですね。すごいですね。もう、はい、今ワクテカしてます。すごい楽しい。いやいや、もうなんかあのカジュアルっぽいのからプロっぽいのまでかなり幅広くなってるんで、はい、普段から。山奥まで全部行きますから、はい、ぜひ、はい、涼しいのかな、これこれね、あのパッドが入ってる、パッドが入るパッド、あのね、膝パッドって膝パッド、ここにね、実はなるほど、ここ、あっち、なんか入ってるわ、そう、これパッド、ここにあるんで両膝をつく人のような、お仕事用でもともと考えられてたんですけど、なんかあるときなんかテントとかでもペグをこうやって刺してるときとか、ね、これあるとすごい便利ですみたいな、うんうんうん、確かに確かに柔らかい、硬い、柔らかい、柔らかいですよ、あの、なんか不思議な、うん、でも安いな、もう安いな、すごいな、すごいよね、ちょっとここザラついてるのはあのコーディラっていう丈夫な生地使ってるんですよね、あのリュックとかにも使ってる生地、ここでつぼめるのもできるよみたいな、そうですね、あ、はい、あのボタンでちょっとこう、はい、つぼまったりとかできる、機能的ですよね、ただそこら辺はちょっとやっぱ考えられて、すごい考えられてるんですね、あ、これ何、これあ、なんか道具、なんかね、ドライバーとかわかんないですけど、なんか好きなようにカラビナをこう刺すこともできますし、あ、なるほど、じゃ山登りの人とかもいいじゃん、なんか行けるかな、ポッケにさ、こういうのついてるの、携帯どっか行かないからいいよ、そうね、チャックは欲しい、まあ、どこにしまったか忘れちゃいますから、そう、あの落としちゃうんですよね、山に、ああ、これチャックついてる、山とか畑に落としちゃって、はい、幸運気でうなっちゃったことがあって、一回あ、そうなんですね、すごいいいですね、あれなんですか、これだけじゃないんです、まだいいとこある、はい、パスナーになってるんで、これハーフショートフになるんですよ、なるんですよ、面白い、ショートにもできます、面白い、暑くなったら取れます、ね、いいですね、いいですね、やっぱスラックスタイプっていうのをちょっとずつ増やしてって、一般のお客さんでも着れるような、ね、すごい涼しげな感じですね、感じとストレッチ性と、ね、すごいストレッチ性のあるストレッチが効く薄い感じ、薄い感じの、持つと分かるんですけど、すごい軽そうですね、めっちゃ軽い、これで1900円、そうですね、安いですよね、面白い、すごい、ありがとうございます、不思議、冷たい冷たい、触ってみて冷たい冷たい冷たい、冷たい、これもすごいやっぱよく売れて人気な商品、そうなんですね、はい、帰りにワークマン行きたくなっちゃうとトリッキーなクレイジーカラーみたいな出すようになった、夏しかやってから、確かになんかあんまり見ない感じのデザインですね、あれかな、レギンスとかの上に履くような、そうそうそう、まさにその通りです、山登り的な、ちょっと収納力もあるので、まあ可愛く綺麗、携帯入れられるね、ここ携帯でしょ、後ろもある、接触冷感だね、そして冷たい、面白いね、面白い、可愛いです、そうですね、夏で一番売れるズボン1900円なんですよね、これはね、もう本当いわゆる山登り用とかで使えるようなベーシックなズボン、収納が結構多いんですね、そうですね、はい、
ゴムで伸びるよっていうウエストが。なるほど。これが一番売れてるっていうんですけど、まあスプラックだけだと面白くないんで、実は新色でこの色が出たんですけども、はいはい、ブラウンですね。でこれ何かというと防虫機能が備わっております。虫が寄りつかにくい蚊対策とか、うん、あのどれだっていうふうに明示することがちょっとできないんですけど、なんか法律によってただ蚊とかそういう虫がこうつきにくい外れにくいっていう機能を加えて1900円っていうのをちょっと初めて、うん、夏のキャンプの動画撮るとき虫がね、今見てきたの買ってもさ、あのファンは置いといて1万円ぐらいだもんね今は。本当だ、これねワークマンで初めてちょっとスラックスのスーツの方にちょっと侵食していきたいと思って作られたのがこの超通気エアパンツ。かわいい、ちょっとかわいい、安いね。収納もちょっとついてるスラックスでありながら、これやっぱ息吹きかけると分かるんですけど、もうね空気がふーって抜けて濡れないように開いて中に行くとコンパクトに収納袋が収納できるようになります。ポケットブル、すごいね。これも新商品、あのこれかわいい、防虫です。これ上下に来て、あの虫が寄りにくくなる。なるほど、同じシリーズはね、ジャンパー。これかわいい。この色がかわいい。中にポケットがすごいでかいんですよ、ね。本当だ。何を入れる用だろう。もうなんか何でもいいんですよ。好きな。なるほどね。あのそうですね。使ったりする。使ったりする。で、これはなかったんですね。これが結構やっぱ結構。ペットボトルそんな入る。まあ重くなりますけどね、まあ、抜けちゃいそうですけどね、こんなに入れたらバクテカするよ、すごいね。好きな人は好きだからでもデザイン、うん、ちょっとね、ブラックライト今当ててるんですけど、ちょっと一度入っていただいて、わーすごー、入ってて、でね、電気を消すと蓄光って言って、わー、真っ暗でも自然に光るように、夜に、あれですね、安全ですよ、安全、マラソンとかウォーキングとか夜する人とか、夜作業する人、夜作業する人も気になったんですけどね。わぁ、蓄光、安いよ、3900円だって。名前かっこいいね、イグナイト。20分の休校後、10分で 20% の高度に減少。当てる量によって、あ、なるほど、結構変わってくるんですね。減少、何度でも繰り返し休校発行を行いますが、発行時間は条件によって異なります。だって自分でだから買ってレビューしないとわからないね。発行だけじゃなくて光を当てると反射する仕様にもなってるんですよね。なんで車のライトが当たると光るっていう、さっきのあの蓄光だけじゃないっていう、ちょっといろんな、涼しそう、メッシュライト当てれば、ライト当てれば面白い、面白い。あれのマイク好きなんですよ、カメラ。あー、本当ですか。マイク好きです。危うくスルーするところでした。あの、まあ、総メッシュになってます。本当だ、フォーメッションなんで、もともとバイク用全てに開発されたわけでもないんですけど、バイクにも使えるよっていうような、で半袖になることもできますし、ここに収納できたりもします。夏はね、これ夏用です。楽しい、もう同様です。そうだよね、だって夏だけ暑いけどちゃんとね、耐久性というか安全に、膝パッド入ってる、膝パッド入ってる、ここだ、ここも伸びます。蛇腹になって、あ、なるほどね、なるほど、本当だ、いいなバイク、いいなワークマンの撥水パンツっていうのがあって、はい、でやっぱあれ撥水なんで、どうしてもやっぱ当たり前なんですけど染み込んじゃうんですよね、なので普通のデニムっぽい感じなんですけど、やっぱり完全に防水、防水、あのどんな雨降ってもあの大丈夫、
ちょっとデニムっぽい感じなんですけど、防水で濡れない。なんかあの防水のあのレベルみたいなあった。わあ、本当だ。結構だね。うちらが買った雨がっぱと同じぐらいな気がする。2万か。防水下に対してはすごいね。デニムで。例えば電車乗る時とか、あのいわゆるレインウェアだと電車乗れないじゃないですか。なんですけど、まあ、これだったら普通に電車の中でも乗ってもおかしくはない。確かにおかしくはない。3,900円。安いね。今は980円です。安い。これは安い。これは圧倒的に安いです。安いね。これだけ大きくてしっかりしてて。しっかりしてる。980円。安い。安い。安いわ。ペットボトルをね、中に入れとくと冷たい時間が6時間ぐらい続く。簡易的なタンブラーみたいな感じで、結構人気になってる。缶タイプが新しく出ます。あ、これね、一回落とした。落とした。あ、こういう。なんかでも冷たい感じするけど、ね、これね、もともと今冷たくないんですけど、でもね、これすることができる。キャンプとかそういう時とか。いいですね、夏、ビール、ビール飲みたい。ちょっといいですか。どうぞです。立体成形網であのサイド部分に補正がないみたいな。値段なんとかレモンの20分の1ぐらいでいいんですか。おっしゃる通りで、あのダメなところに行っちゃって、彼が直すみたいな。でもこれ中にインナー着ればね、780円。安っ。本当だ、中に入ってるよ、中に入ってるよ。いいね、いいね。これについてくれよってね、はい、聞きたいです。これがですね、あの表面に撥水加工を施しています。なので水を、まあ、結構弾くので、まあ、一応弊社ではこう水陸両用って言い方してるんですけど、まあ、水場でも使えますよ。これは何、携帯、まあ、いろいろなものをしまえる。なるほど。斬新なデザインです。そう、ありがとうございます。でこの部分ですね、ここの部分にいわゆる、はい、入ってます。回転の肩こり、そうですね、アクアチタン水溶物、回転でこの値段、回転だけでこれぐらいしませんけ。もっと多分します。倍ぐらいします。普通、まあ、一応ワークマンなんでってところで、そこを半分ぐらいにグッと押さえてやってます。長めですね。ベンチコート的な形で、はい、3月ぐらいね、スプリングベンジコートという名前で今こちらしてますね。これは撥水します。安い。あ、撥水だ、吸水撥水、はい、結構弾きますね。お尻が隠れるのがいいですね。ありがとうございます。お尻、どこ、お尻隠したい。そろそろ、うん、だってさ、普通のやつより結構長くない、チュニック丈、はい、うん、かわいいね、いいね、お尻隠れる。かわいいね。かわいいよね。かわいいよね。かわいいよね。ラッシュガード。いろんな色がこの背中がこうなってるのは何ですか。脇部分と背中がメッシュのめっちゃおしゃれですね。あ、どうしたい。なんかだって普通今までのってこういう柄があってメッシュのとこ黒みたいなのだもんね。多いですよね。めっちゃ反対だよ。そうなんですよ、杉山デザインね。まあ、これは私の上司のものって書いてますけど、はい、まあ、こういう感じとか、もうマクテカしちゃうよね、本当に。この消臭の加工をした生地と下着生地ですね、こっちしない方。はい、アンモニアが臭いですね。でこっちは消臭の機能がついてるんです。機能の生地がないんですよ、匂いが、うん、全然違います。ピンクの同じ液をかけてる、はい、さっき消しゃばから、匂いが消えるよっていう。アンモニアスパリ、なるほどね、なるほど。
もともとは実はあって、空調服っていう、さっきあったと思うんですけど、はい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 、ファン、あれ着ててもやっぱ汗かくんですね、うんうん、であれがね、から匂いがあるとこう匂いが外に出るんですよ。そうすると外とかにいる人にもやっぱちょっと気にしちゃう方がいらっしゃるんで、こう消臭力のインナーにして、それを汗の匂いをなるべく消して風を出すっていうためのコラボで使える商品で、なるほど、これがいくら、これが980円、すごいね、高機能、ほんと安いよね。ダメダメ、この靴流行ってるよね。あ、これとこれが新色です。流行ってるよね、確かに可愛いよね、山っぽい、山っぽい、1500円、安いよね。この辺は安全いただき方はしますね。これをよく使うんですよ。やっぱりでもこういう感じになるよね、はい、やっぱりそうです。いわゆる革手ではあるんですけれども、柔らかい。でもそうなんですよ、これ新商品、なんか受注発で、まあ、新商品という形で、はい、すごい柔らかいよ。今うちにあるのもうですね、作業用手袋では結構ありがちなんですけども、洗ってもいただけるようにオイルでこうなんすかね、染み込ませてる感じなんですよね。だから洗いもできるし、最初から柔らかいっていう。そうです、じゃんけんも可能です。こっちだとちょっと不可能ですけど、今うちにあるのもう全然握るぐらいしかできない感じのねやつだよね、分厚いやつ。でまあ、ダッチオーブンとか触れる方でもこういったミントタイプで3本入りというものもあるという、はい、お料理ね、まあ、今までもちろんこういったのもないわけじゃなかったんですけど、可愛いものですね、色が可愛い、はい、のがなかなかなかったので、こういったのを作らせていただきたいですね。ワークマンでいくらですか。ワークマンでも980円、安いですね、はい、すいません、ただ1500円ぐらいですね、うん、若い人たちね、まあ、ただメッシュタイプが1280円、オリジナルのステッカーがあるのでよろしければ。ありがとうございます。やった、何かにじゃあ貼ります。ウームっていうブランドと、一応エクストラガードっていうブランド、はい、アウトドアだったり、はい、キャンプとか立ち上げているので。わかりました。なんかキャンプ用品に貼ろうか。ありがとうございました。お取り寄せになる。あ、通常置いてないパターン。そうなんですね。でもすごい1000円であれ安いよね、うん、新色ですね、かわいい、かわいい。レインウェアとして全然使える。あ、雨降っても大丈夫、軽い、かわいい、かわいい、お収納、収納、おしゃれに着れるコートを使います。なるほど、ちゃんと全部ポッケついてるから山に携帯落とすことないね。今課題だよね、この山に携帯落とすは。かわいい。車の鍵もなくしたし、そう、大変なことになる。携帯もなくしそうに何回も乗ってるし、かわいいですね、これ、すごいかわいい、ベンチ衣装になってるんですよ、群れとか抜けないように。これね、何これ、これが欲しい、トレッキングラップショーツ。でも中がほら、そうなんです、ちゃんとショーツ、ちょっとスカート見えるし、中がちゃんとズボン入ってる、可愛くないこれ、安いです。これスカートなんですけど、これまあポケットになってるんですけど、これファスナー外せば普通の取り外しができますね。ポケットなんでスカートに普通に見えるしできますし、いっぱい入れたければまあつけれますよっていうやつでございます。なるほど、レインゲーです。ちょっと楽に前の自転車用ですとか、もちろんそうですね、ズボンもありますからね、街があるので背負ったまま、背負ったままでも行けますよ、こういう感じできますよ。なるほど。で裾が長くなってるんで、
非常にこうかがんだ時でも背中から水が入りにくいですよ、うんうんうん、なるほど、かがむもんね。リュックとかも背負える。間違いひらり。あ、本当だ。また同じやつです。はい。バックインジャケットです。すごいですね。すごいたくさん。ありますね。確かに多い。ね、種類が多いですね。追い切れないですね。ショートパンツのレインウェア、ちょっと例えば、まあ、中は濡れたくないんですけど、まあ、暑いからパンツがいい。で、下サンダルとか、はいはい、そういう人が多いですかね。革とかね。革用か。釣り。と思います。あ、なるほど。かっこいいね。まあ、本当はなくて履きやすい。お茶。これ何だろう。あ、後で開けようね。これどうやって開けんだ。はぁ、ちらし寿司、やばー。